ロシア統一民主党、ヤブロコは、ロシアの政党。政策的には、市場経済の改革、民主主義や人権重視など、欧米との関係強化を施行する自由主義政党。2019年12月より、党議長は、ニコライ・ルイバコフが務めている。国会レベルでは議席を持っていないが、地方議会に現在、計十二議席を有している。創立時は、 ヤブリンスキー・ボルドイレフ・ルキン・ブロックといった。ヤブロコはロシア語で、リンゴの意味で、創立者のグリゴリー・ヤブリンスキー、ユーリ・ボルドイレフ、ウラジーミル・ルキンの頭文字に、こうつけた。ヤブリンスキーが、党首に就任し、ロシア連邦大統領選挙にも二度立候補するなど、主導権を有していた。右翼的な右派連合との相違点としては、社会保障を重視しているテニエリツィン、 プーチン各政権に批判的なことが挙げられ、しばしばリベラルの中でも、左はよりな社会自由主義の傾向を指摘される。また主要政党の中では唯一チェチェンとの戦争に反対してきた。そのため、万年野党とも言うべき状況となってしまい、支持者は年々減少傾向とあり、対策として、プーチン政権の中途からその福祉政策の一部を支持するようにもなったが、 プーチン政権によって逮捕されたロシア石油会社、ユコス社のホドルコフスキー社長からの資金提供を受けていたことで、新興財閥に不満を抱く国民の支持を急速に失った。2003年の会員選挙では大敗北し、ほぼ全議席を失った。その後は、右派連合との協力関係を強め、 会員議席の復活を狙っているが、2007年の会員選挙でも、得票率は1.59%と低迷。議席の獲得に必要な得票率7%は、確保できなかった。西ヨーロッパ型中道作派的な思考性から、社会主義インターナショナルに接近した時期もあったが、結局自由主義インターナショナルへの加盟を選んだ。2008年6月、ヤブリンスキーは党首を辞任し、 新党首にはセルゲイ・ミトロヒンが選出された。2011年ロシア会員選挙でも2249,990票と前回より票を伸ばしたが議席の獲得にはならなかった。ありがとうございます。